じゃあドロップ D チューニングでテネシーワルツをお送りします。ドロップ D チューニングは6弦を4弦の D と同じにオクターブ下げておりますので、こういうブルブルってなりますね。キーが D の曲に効果できた。で、これこの辺が聴くところかもしれません。Yeah.